神様のいない日曜日は、入江君人による日本のライトノベル。イラストは、ウバラのが担当している。2010年1月から2014年5月まで、富士見ファンタジア文庫より刊行された。略称は、神内神日など、入江君人のデビュー作。人間は死ねずに死者としてうごめき、新たに人間の子供が生まれてくることもないという、終末的な世界観を持つ。 ファンタジー小説である。2009年に第21回ファンタジア大賞を受賞し、発刊となる。投稿時の題名は日曜の人たちだった。主人公の少女愛は、墓守という存在で死者を埋葬することで死を与えることができる。第1巻では愛が育った村の真実と向き合う物語。第2巻以降は愛の世界を救うという夢を叶えるための旅を開始。 愛の心境の変化、苦悩、挫折、成長などが描かれる。作中世界では、心底から願った願いは、異能として具現化し、異能者などによるバトル要素も描かれる。作者の入江は、第一巻の後書きにて、奇跡のようなものが書きたかったと記している。2013年5月からは、角川文庫版も刊行されている。角川文庫版は、表紙イラストを、 イスズが担当している。月刊ドラゴンエイジの2010年11月号から2013年8月号まで、アバラ兵器による漫画版が連載された。2010年12月19日には、マリンエンタテインメントより、ドラマ CD が発売された。2013年7月から同年9月まで、テレビアニメが放送された。最終巻である、第9巻が刊行された2014年5月には、 完結記念として、藤見書房公式サイトに後日談、愛の丘が2014年5月20日から同年6月20日まで、期間限定で公開された。この短編は、電子書籍版の最終巻に初集されている。2018年2月現在、ファンタジアビヨンドにて、全12話の外伝が公開されている。15年前を境に、人々が生まれなくなると同時に死者が生前と変わらず、 動き回るようになった世界。そこで愛は、墓守死者へ安らぎを与える職業として、村人たちの尊敬を集めていたが、ある日やってきた、人食い玩具と名乗る者によって、真相を知ることとなる。村人たちはすべて死者であり、愛が彼らによって信じ込まされていた両親についての、ことも、実は、嘘だった。村人たちを弔った後、愛は破綻している世界を救おうと決心し、 同じく墓守である、傷持ちや、人食い玩具を追ってきたユリーと共に旅へ出る。担当声優は、突起のない限りドラマ CD 版、テレビアニメ版同様のもの。ゲーデンバーグ姉妹以外は、愛たちと共に、ゴーラ学園を脱走した。全4巻。第1巻第3巻は、ハンプニーの島でが描かれ、第4巻は、それぞれの登場人物の過去を描いた。 追憶編となっている。2010年12月29日、マリンエンタテインメントより発売。商品番号、MMCC-42362013 年7月から、同年9月まで放送された。テレビアニメ化は2012年10月に同じく、ファンタジア文庫作品の、東京レイブンズと同時に発表された。監督を、熊沢祐二、キャラクターデザインを、 宮前新一、音響監督を元山明、そしてアニメーション制作をマッドハウスが担当するなど、2012年に放送された小田真奈の野望のメインスタッフが名を連ねている。原作の第1巻から第5巻までの内容がアニメ化されているが、第4巻の世界刀に昇る展開や登場人物の心理描写など省かれた要素も多い。DVD 第4巻は、 映像特典が収録されていない不具合が生じたため、交換に応じている。神内ラジオ社ユリと愛の日曜日のタイトルで、2013年6月30日から2013年12月29日まで、響きラジオステーションにて配信された。毎週日曜日更新。出演は、ボルラス・ファーレン役の原さゆりとミミイタ・ゲーデンバーグ役、およびメメポ・ゲーデンバーグ役の角舞。 NEC ビッグローブのスマートフォン向けアプリのカードコレクションゲーム嫁これに参加している。ありがとうございます。